前回は、まあ、すごいいい勝負してて、で途中でセンちゃんが飲まれる形になったとは記憶に新しいのですが、戦争屋は今日10時間寝てきたと、まあ、意気込み抜群なんでどこまでそのパワーを発揮できるのか。確かにセンちゃん調子いい時は白面戦のガード率相当高いんですよね。根性ガードとファジーガードを組み合わせてると思うんですが、さあ今回はお互いにどういう動きを見せてくれるのでしょうか。見ていきましょう。神楽すず親衛隊長、なんだそれ、また VTuber か。まあ、この前までは月の海となったことやってるんですけど、まあ、結構なんか可愛ければ何でもありなんですね。そう、神楽すずはライチフェイリーみたいなやつ。ライチフェイリーみたいなやつ、そう、何でもありじゃん。緑の髪のライチフェイリー緑のライチフェイリーじゃあ、ジャン野球体育を落としていく。バリが張って、このジャンプが結構白目はきつい。上飛び防止の技をやっても光ることがすごい多いんですよね。ジャンキーで、あーっと、レンちゃんがヒット画面端なので、第一側が美味しい展開。会場の人に連絡です。現在ですね、受け付けているのがこの組み合わせで最後となっておりますので、ご先やりたい人たちは、ペア見つけたり決まってる人、まあ、ご先渋ってる人はよかったら参加してみてください。はいはい、我こそはと思う人はぜひぜひこちらに名乗り出てきてもらえると助かります。柳ガード 6B おー、クラリー、ちゃんと白明線これ見て勉強した方がいいよ。お、21時以降クラリ林、なかなか熱いカードですね。さあダブルエリアル 6C5C 上を通したくで 2B、 ここはヒットしてしまって、今はゲージも十分あったんで入れ込みでもいいでしょう。ラウンド取っていくから3枠目、あそこファジーガードしちゃうと結構厳しいところありますね。クールアタックとかもあるんで、まあ、理想的なのはファジー暴れでしっかり折り攻撃もガードするところなんですが、カンちゃんには三者合わせてチャン、カンちゃん、カンちゃんかチャンカンか5戦にあるんだよね。カンちゃん裏回るのがカンちゃん、前7がちゃんかん、両方カンちゃん、あ、そうなの。カンちゃんは大気が垂直に落ちてくる。ああ、垂直に落ちてるのがカンちゃんか、カンちゃんか。なるほどね。ためてもカンちゃん、地位覚えた。みんなが100歩って言ってるだけ。だそう、みんなが100歩って言うから分かんないんだよね。カンちゃんとレンちゃんです。さあ暴れたところ6 b がヒットして、でもあれやる、そう、シフ、え、シフレッセンバ、シフレッセンバ、あれどうなんシャンペーって書いたんだけど、あれどっちが本当の技名なの。両方合ってるんじゃないの。いやでも技名は東南シャーペーなんだけど、一応カグラも2つあるじゃん。ツバキも2つあるし、え、ツバキも2つあるじゃん。カグラは1つしかない。え、いやだからファフナーでも言うじゃん、龍神将は。いやでも技名は龍神将だから、まあまあ一応ね、ワイバーンではないから。でもみんなワイバーンって言うしね。ワイバーンじゃファフナー、ワイバーンじゃねえ、ファフナーファフナーって言うしね。あれはただ単にカグラが言ってるだけだから。確かに、シシデッセンパーって言ってんだけど、技名はトンナンシャーペナン、と一緒だよね多分、うん、勝手に呼んでるだけ。勝手に呼んじまったか。さあそうこう言ってるうちに1本取っているのはなかなか白面ですが、ここは終始唐沢君が有利な状況、 4B が勝って、もうさっきカメピンも言ってましたけど、はい、船長にとっては負けたくない組み合わせですよね。あ、そうですね、前回負けてるんで、今回負けたらちょっと精神的に悲惨ですよね。そうっすよね。さあ 6B、 今回負けてしまうと永遠に唐沢さんがストーカーされる展開になる気がするんですけど。あー、目が割れている、設置するんだろうと。あー、ここは棒が重なっていたが、
6D 光ってちょっとヒヤッとしましたね。よー天才だろ。さあ下段が通って画面端へ、でも発面側は2ゲージ2玉あってオーバードライブもある。何か通ったらライズ側が死んでしまう。連下ここはしっかり抜けて風投げ抜ける。よけあーめくりか怪しかった。投げそこで投げるか、たまらずバースト。時間がうわーいやー連下打たなければって感じですね。ただ残っていく選手は大事、無敵時間を残していればっていう話ですね。今のは時間的におすすめだったのは 5D してから柳で前の方に抜けた後はガードですね。今のって 5D 取ったじゃないですか、はい、あれ何も発生しなかったら普通にカンチャンスカッしてますよね。スカッしてたんですが、サードライチが重ねる選択肢があるんで当てにするかガードするかで、ガードするときに崩れちゃったらそのまま死んじゃう可能性があったんで、個人的におすすめなのは 5D で反対側で柳で抜けていって、なるほど、これちょっと状況有利的なのを作るのが良かったのですが、今回打ってた当て戦争屋がイケイケムード、ロケがヒットしてしまい、オーバードライブはないので倒しきれないでしょうが、ゲージが50あるのでちょっと怖いぞ。ここはめくりちゃんかんカンちゃんね、あ、カンちゃんね、シュンガードはさっきまで入れ込んで、さあ、と発明きついがあるぞ。ロケ 6B 決めてつばめ返し、そんなそんな、なんか食らっててもガチャガチャしてたもん今。え、なになになに、またおかしい、何がダメだって、あ、音、あ、音が小さいらしいです。これ何対、これで1-1ですね。筐体トラブルとあれば、まあ、どんどん言っていただけると助かります。まあ、1試合目は金沢君がすごいいいムードだったんですが、2試合目でセンちゃんがイケイケになってきましたが、見ていきましょう。3試合目開幕、強気に来たが邪念で落としてしまう。 6B ガード、この後に読み上げちょっとめんどくさい。投げる受けて暴れは許さねえぞ。これは西につながらないですね。ボーガードして 6A ガードをしっかりします。 6A 2A がヒット、ただ棒があるのでダウン取ってもちょっと気まずい。寝っぱなしは許せませんと。投げ、なんでお前が投げてるんだ。ただあそこでセンちゃん投げ暴れすごい多いんですよね。投げ暴れか勝利かみたいな、特に棒持ってる時がすごいその傾向多くて、そういうところで投げ潰しとかやるとすごい気持ちいいですね。特になんかバックス三振とか連か、ジャッシュヒット、飛んだところにジャン 2D がヒットしまったか。 5B から、あ、いつものうまい、うまいですね。あそこはちゃんと簡単読んで、あ、入れ込んじゃったですよねと。おお、そう、あそこちゃんと確認しないと白面側が新格なんで、なかなか腕の見せたところではあるんですが、いかに関東2大白面技のカラサーといえど一発目で対応するのが難しかったか。さあ 2D 合わせて、
まあ、ジオン君も唐沢君もなんですけど、斬新の使い方がすごい上手いですよね。西井さっきから結構的確な暴れ通してますね。暴れあったり、特に最近センちゃんと試合した感じだと西井で暴れるのがすごい多いんですよね。結構理にかなってて、初め側が当て投げとかしようとすると声に西井が立っちゃうんで、西井がカウンターするっていうのがすごい。なるほど。さあ棒が重なって、これはゲージもあるので特殊無双、アストラルフィールドいけたんじゃないの。戦争屋がこれで2本取っていく、2本取っていく、1対2、戦争屋が逆転。やはり10時間睡眠の力がここに来て出ているのか。いやそうですね、あと最近やっぱキャリバーやってるんで、それもあるかもしれないですね。でもキャリバーやってる中尾君はガードできないって言ってたけど。いや俺できない、マジで。なんか10秒やってる時に一生暴れになっちゃってそのまま死亡みたいなのをすごい見てたんですが、そうこの4試合目でお互いどう変えてくるか。開幕 4C 3つが怖いんですが、果敢に打っていく。 2D がヒット、レンチャン、多分レンチャン読みでジャンニエは打ってたんですけど、レンチャンの方が早かったですね。こういうところでライチのジャンプが高くてちょっと追っかけにくいんですよね。ハイジャンでやるしかないんですけど、空投げ、あーこの攻撃が気まずい。あるあるですね、空投げ、空対空しに来るんだろうと、ああいう空投げは結構めんどくさい。過去行ってあそこで白面の西を過信するのはなかなかないんで、ここは棒を僕らして重ねて後にをケアしていく。さあガーキャン打って、こちらもガーキャン、画面端を掴んでいく。あーカンちゃんは許しません。ちょっと高かった、しっかり右広い、あー入りにくかった、カンちゃんにエンマ。今のはオーバードライブかかな、入ったら死んでましたね。エンマカウ、そうそうそう、エンマカウンター、オーバードライブこれです。あーあー許さねー、そういうガードキャンセルは許しません。よし、いい立て直しですね。そうですね、やっぱああいう場面でミスった後って結構攻めたくなっちゃうじゃないですか。そうですね、そこをしっかり落ち着いて相手がやりたいことを読んでいきましたね。ただライチ側が棒があったんで、まずは様子見てもいいや、で飛んだら2シーンで固め直してみたいな思考にはなると思いますが、ここでライチ側が画面端を仕込んでいく、カンちゃん押し込んでハクがヒット。今のがカンちゃん、ちゃんかん、今のがちゃんかんね、はい、ちゃんかん使った方が波が高くて、バースト測れるとチームがやっちゃうから、あんまりライチ側はやりたくないんですけど、多分発見してはバースト測るの方が精神的に強いから、全体的にバースト測るのが分かってるんですけど、あー確かにオーバードライブ発見やれてるくらいだったらバースト測れるのが強っちゃってもいいなと考えてます。センちゃんは特に発明戦争の傾向が強いですよね。ジャンニエヒットして、あーもうダメだとかまとまってるが、あーコードがきつかったからしっかりつないでいる。さあタッチが当たったら死ぬ、あー今のは勇気の前転ですね。危ない、あこれは何それ、あーちょっと、いやーギリ間に合わない。さあそこからのコンボレ、あー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 、ちょっと今の判断見せちゃいましたね。あとはなんか 2POD するぐらいだったら多分 5COD の方が全然良かったとは思いますが、まあ、そこは後で多分反省会するでしょう。かんちゃん画面端のワンコンボ、革命側がちょっときつい、 2B が純粋にヒットしてしまってる。なんかしゃみぐらいしたが多分 3C でしょう、 3C か 2C か、まとみから投げ、そうこれ投げで抜けれるんです。レンタでもいいんですけどね、そうそうそう、一応レンタだと飛んだ時も若干キャリー、おー素晴らしい。さあ便利カンちゃん、あーいやいや
すげえ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 、何でもあり。この距離はお互い突進技もあるぞ。初めワンチャンあるからジャンディが外面で臭いで、こうやって飛ばれてボマかれるのが結構無理。勝利拳ですよね、棒を食らしますよね。しっかりホールドシール、これで1対3、まあ、今回はセンちゃんがなかなか優勢ですね。優勢でいい流れで来ていますが、ただ金沢君も要所要所の対策がすごい光っているので、あとはどう的確にしていくかですが、見ていきましょう。開幕はちょっと気まずいんですよね。各面から4周若干振りにくいし、ただ4周振らないとこうやって連チャンが来るしみたいな。ジャニエジャニエジャニエの硬直さがちょっとよくわからないよねとこの前金沢君と話したんですが、ここはファジーで投げた 3C2B から絡めて空上飛んだところを空投げ、前後転は許さないジャニシーでしたが、固めてここでバリガーされてるとライチが飛んだった時に追っかけにくいが、今のは空投げしに行ったっぽいですね。ただ着地に 4D 合わせている、ああやって着地に 4D 合わせるの相当めんどくさいですよね。ここは素直にボガーヒットしてこの辺りワンコンボ、こういうところですよね。ここで別にバースト使ってもいいぞみたいなムーブを出していくのが、変化使って柳、これはクラリーが手放しに褒めている。そうそうそう、特殊、戦争やしっかりやれ、奇襲入れ替えてここで、でもう一回やった時に多分ガーキャンを打とうとするんですが、気まずい、使ってしまった。これは分からなくなってきたぞ。ジャンシーヒット、ラウンド取っていく金沢白麺。もう少し痛い連携でさっさとトップスムースを入れちゃった方が早かったですね。4B ってコンボ時間結構使うんですね。アーギトガード空投げ、こういうところしっかり見てるんですが、投げ集中力切れてきたか。ジャンシー、ハイジャーになってなかった。ジャニー空対空、ホタルが出なかった。あるある、多分ホタルかアーギトガードですね。空投げああいうところを素直に受け身取らずに地上まで引きずり落とした方がいいです。確定が今のは 5B だったら確定でしたね。雪風でとりあえず地上に抜けるが、そうこれですね、これ結構強いですよね。距離で棒が絶対かぶせて刺されるんで、でパソコンで当て身しようとするとライチ側が普通に上いるときに棒が重なってなくて、そのままボリジャンプ攻撃確定みたいな読み合いにはなってます。フレンチャン読んで4シーンでしたが、来なさい来なさい煽っている。あ、この距離でね、来なさい来なさいやってると相当めんどくさいんですよね。柳があったときは、柳があるときは柳でいいんですけど、上を見ているホタル、これは痛いですね。4000ヘルルート、6A で前転があり、そうです、下切れます。これちょっと前歩きして 6A して 5A かぶせると下切れるんですけど、ファジー投げされた時になぜかこっちがバッテンになるとかね、あるからね。そうそうそう、まあ読み合いなんですよ、あれ読み合いなんですよって林さんみたいな言い方だな読み合いなんですよあれとはもっと汚いもっと汚いそう真面目そんな林さんはオブツみたいなオブツでしょオブツでしょ。今三振出しちゃったこれはセンちゃんが若干厳しい形になりますが、
あー死んだー。さあ2本取っていくから、さあ白目これで 2-3 ですね。ああいうところで早めにアギドで落としてからクーダタッカー、ミビーカー、セドの着地で絶好点狩り、絶好点熱波狩り勝って、一応3択とかにはなってるんですが、受ける側もファジーで復帰したりとかも、あとは緊急ニュートラルそれぞれあるんで、この読み合いをどう制していくかは対策の見せ所ではあるんですが、特にああいうところで純粋に 2B してるときは好転とかがおすすめですね。 6B 投げおめえが投げるんかい。でも実際リニアかなってるんですね。あとそこで白面が当て投げとかドエで固めたいところのときは今投げが通っちゃうみたいなあるんで、白面側は爆して警戒しながら 2A で固めないといけなかったり、あとは純粋に爆して読んでほしいでもいいし、あとは 2B をちょっと遅らせて出すと爆されるんで 2B でもよかったりしますね。柳ガードジャーピーからかぶせて椿バリガしてる。センちゃん画面端はほぼほぼバリガをするんですよね。白面戦は確かにああいうところでバリガされてハイジャンプで抜けられて、で西井が当たんなくてという状況がすごい大きく、あー勇気の 2B だったんですが、これはゲージがあるので、あーと、まあ、多分オーバーグラブ使えば楽しくってなるでしょう。つまらないしラウンド取っていく戦争や、でもああいうところでフォローを聞かせるのは毎回ながらうまいですよね。カンちゃん喧嘩を受けてレンちゃんガードしっかり振り向きにし、俺だったら三振になっちゃうところ、あー今のはジャンニエじゃなくてジャンニシーの方がはるかに切れることが多いんで、ヨンニー忘れた頃にやってきます。画面端大きめのワンセット、雪風が棒を食らしちゃったのでここでクラッシュトリガー投げしっかりしましたね。まあこれは白面側が浮き方もないんで若干辛い形になったが、あー連覇打ち込んだったが画面端押し込んでいく西井、はあ白面側ゲージはあるがオーバードライブがない、体力が少ない、第1側逃げてるだけでいい。あー通した、とうとう通した、ああいうところでハイジャンプされるともう終わったゲーム終わってたんですが、勇気の柳を通して2回目通っていく、1回通るんだったらもう1回やるぞと、キシュエンマ 6C 5C 2つ次のタクはそう許しません、これです全点狩り、たまらずバースト、あぶねー 1-2C だよねいつものセンちゃんですあそこで 1-2C 読んで雪風するしかないんだよね。さあこれでリーチをかけていく戦争偉いチ、はてさてここで唐沢君はどこまで食い下がってセンちゃんを下すことができるか、いや白面使いとしての立場だったら唐沢君にすげえ頑張ってほしいところですが、今は中立なのであまりそういうことは言えず、さあちょっと流れが苦しい、ゴーフィー三振ですね。あの距離だったらおすすめはファジー投げとかなんですが、そうすると飛びもキャラできたりするんですけど、これはオーバーダイブ使うのか使わず、クナゲしっかり抜ける、おっと短期が強い、ああいうところで短期抜けられるのはねすんごいめんどくさいんですよね。始まった、ただライチ戦はちょっとあんまり強くないんですよこれそう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 、ジャンプが高すぎて捕まらないんですよ。
あ、危なかった。通ったが、ゲージがない。終わり。クナゲ、ジャニシー 6A、6B、ダリル高さがちょっと高すぎた。あー、ジャンビー。さあ、リーチをかけてくる戦争やライチ。最後はちょっとライチに強いとこ出たな。そうですね。多分、このゲームで一番黒人多く武剣が通用しにくいのはライチなんですよね。あ、狭間も若干通用しにくい。特に逃げるのが強いキャラに対しては、あ、黒人疾風衝撃波打っても全然当たらないんで。あ、繋がってる。マジか。あー、すごい。よし。やべえ、バーサス使っちまった。すげえ弱気になってる。あ、ロケ漏れちゃった。多分ドエですね。あー、投げ、あー、ドエ、ごめん。ごめんとか言いながらフォーって遊んでるから。あー、上を向いている。もう別にガードされても体力あるからいいやと打っていった。さあ、勝利していったのは戦争ライチ。リベンジマッチに勝利ですね。おめでとうございます。やはり10時間睡眠の力が出てしまったか。そうそうそう、なんか白面戦ライチのあの西すんごいめんどくさいんだよね。そうそうそう、ステップ狩りになるし、そう、固め直しに対して西とか、そうそうそう、 4C も結構使うんだよね。そうそうそう、護衛投げもね、西で使うんだよね。まあ小池さん昔からやってるけどね、あれ。うん、そうそうそう。